ヤスはアルマン語圏で人気のあるトランプを使ったトリックテイキングゲームである。手役のあるポイントトリックゲームに属するが、切り札の J と Q に特に高い点数が与えられているところに特徴がある。特にスイスでは国民的ゲームになっている。同様のルールを持つゲームは各地で行われており、フランスではグロット、オランダではクラーフェリアスの名で呼ばれ、 それぞれ非常に盛んに行われている。さらに東欧、中東からインドにまで同型のゲームが広がっている。1880年頃のスイスタイプのトランプ、ドングリの王、オーバー・ウンダー・ヤースはスイスタイプのトランプを使ってプレイする地域と通常のトランプを使う地域がある。どちらでも2から5までの数冊を抜いた36枚で競技する。この記事では スイスタイプのトランプを使う場合を記述する。スイスタイプのトランプは A、F だ。および6から10までの数冊の合計36枚からなっている。F 札は O、オーバー、ウンダーからなる。また、数冊の10には旗の絵が描いてある。数とも他の地域とは異なり、鈴、盾、野原、どんぐりからなる。カードのランクは、切り札以外では通常と同じように A が、 最も強く、次に王が強い。しかし、切り札では A よりも、ウンダーと Q が強い。大体において、ランクの高いカードは、点数も多いが、10のみは特別である。シュナプセンスカートピノクルなどのゲームでは、10は A の次に強いカードであるが、安では、点数だけが多いことに注意。すべてのカードの得点を合計すると、152点になる。さらに、 最後のトリックに勝つと5点が得られ、合計157点となる。スイスのヤつは一種類のゲームではなく、類似のルールを持つ様々なゲームを含んでいる。ここでは、シーバーというゲームのルールを説明する。このゲームは4人で競技する。向かい合う2人同士がチームを組む。プレイは半時計回りに進む。最初のディーラーは何らかの方法で決める。ディーラーは、プレイごとに、 半時計回りに移動する。ディーラーは各競技者に3枚ずつまとめてすべてのカードを配る。各競技者の手札の枚数は9枚になる。ディーラーの右隣の競技者は切り札、スートを宣言するか、または自分のパートナーに切り札決定の権利を譲る。譲られたパートナーは必ず切り札を決定しなければならない。宣言できる切り札、スートには 以下のものがある。なお、ディーラーの右隣の競技者が切り札を宣言せずに、いきなり第一トリックのリードをした場合、リードしたカードの数と切り札に宣言したものと、みなされる。最初のトリックは、ディーラーの右隣がリードする。それ以降は、通常のトリックテイキングゲームのルールに従うが、スのマストフォロールールは通常とは異なっており、以下のルールに従う。切り札はいつでも出せる。 切り札を出さない場合、リードと同じスートのカードを持っていれば、それを出さなければならない。持っていなければ、任意のカードを出してよい。切り札を出す場合、リードが切り札でなく、それまで場に出ている切り札よりも強いカードを持っていれば、それを出さなければならない。例外、切り札のウンダーは、マストフォロールールに従わない。すなわち、リードが切り札で、主冊の中に、 切り札がウンダーしかなくても、ウンダーを出す必要はない。安には手役がある。より、良い手役を持っている。側のチームのみが、手持ちのすべての手役について、得点を得られる。もう一方のチームは手役では、得点を得られない。ただし、同じカードを、複数の手役に重複して使ってはならない。手役とその点数は、以下の通りである。手役の宣言。 比較の仕方は複雑である。基本的にピケと同様のやり方で、主察を見せずに比較する。点数が多い方が良い点数が同じなら枚数の多い方が良い。枚数も同じならランクを比較するが、通常のランクとは異なり、AO オーバーウンダー19876として計算する。アンデニエフではこの順序も逆になる。すなわち6が、 最も強いランクも同じ場合は、切り札が切り札以外よりも強いランクが同じで、どちらも切り札でない場合は、先に宣言した側が優先される。第一トリックにおいて、各競技者は自分の番が来た時に、手役の宣言を行う。最初の競技者は、自分の最も良い手役の点数を宣言する。2番目の競技者は、自分の手役より、 前の人が宣言した手役の方が良い場合は、よしとのみ言う。前の人と同じ点数の手役がある場合は、枚数を宣言する。これに対して、前の人は自分の方が多いか、同じか、少ないかを答える。同様にして、上記の順序に従って、比較を続ける。3番目、4番目の競技者についても、同様に前の人のうちで一番良い手役と比較する。 同じ競技者が同じスートのオーとオーバーのペアを持っている場合、その2番目のカードを出すときに、それを宣言すると20点が得られる。プレイ終了時に各チームの取った点数を合計する。片方のチームが9トリックすべてを取ることをマッチと言い、100点のボーナスが与えられる。それから、切り札の種類によって点数に1.23.4のいずれかをかける。 プレーを繰り返し、どちらかのチームが2500点以上に達したら終了する。得点の多い側が最終的に勝ちとなる。スイス西部では日本と同様のフランスタイプのトランプから2の5を抜いた36枚を使用する。その場合、F 札は K イコールを、Q イコールオーバー、J イコールウンダーのように対応する。また、切り札が黒いスートの時に点数が2倍になる。 ありがとうございます。